こんにちは、佐渡チンです。今回ですね、千葉官邸団中央店に来ています。隣にはですね、JFE 工販があるということで、昔ね、働いてたところが JFE から鉄板を仕入れてました。もってき田舎リニューアルイベント、7月15日、内容としてはビンゴと対決を予定しています。ビンゴの景品を取りまくれということで、袋いっぱいチャレンジ、1万円チャレンジやっていきたいと思います。それではレッツ入店入店。まだ一プレイもやったことないです。はい、今回の舞台は千葉官邸団中央店。駅からのアクセスはタクシーで来ました。蘇我駅からタクシーで来ましたね。で、駐車場入れなかった方はね、有料駐車場はここに7台ぐらい入れることができます。満車になったらごめんなさいという感じです。よろしくお願いします。さあ、プレナスリー、この台からやってきます。100円1回。はい、これはど真ん中ですね。うん、あわよくば手前に引っ張るパターン。強いぞ強いぞ。角度をつけたいです。あげろー。3回目、これで手前を回して取りたい、箱のように。おー、惜しい。400円目。500円6回はないです。あげろ。オーノー。次重要ですね。引っかかるなよ、引っかからないよね。あー、引っかかっちゃった。でもでも取っていく。サンキュー。1個目はねるねるねるね。さあ集中するんだ。まあ普通にやってみよう。いけー。うわー、引っこ抜け。回して倒れる、回して倒れろ、回して倒れない。ここにするか。一気に上げて取れろ。よし。あー、いや、うー、取れてくださーい。よっ。あー、オッケー。多分左側をすり抜けろ。よっ。おーっと、上げろー。よっしゃ、オッケー、ナイス。ポテチショーゲット。コンソメパーンチ。奥に振りたいです。手前ではなく奥かな。奥へ奥へ。手前に来ないで。うわ、来たー。これはチュルチュルや。おお、最速手前で。ここ、これが縦ハメ、縦ハメのコール。これ優しい。ずり上げからのスライド気味で下まで届いている。いいんじゃない。いいね。上げすぎたよな慣れるまで待って。ちょっとここなら下に届く。ギリギリ来た。いたー。よいしょ。ギリギリだよ、ギリギリ。ゲート、いい設定だったね。いい設定。まあ一回ね、すぐやめるから。おお、揺れます、揺れます。あー、欲しい。プレナスリー、お菓子多い説。さあこれは、手前に引きたい。さあほぼねじれなし。引け。おお、チャンス。ギリギリ乗ってるよ。引っかからない、オッケー。上げろ。2回で取れた、すごい、マジで。んー、ダメーダメー。じゃあ忍法押さえがけで。いいよ、最高。押さえがけのポーズ。楽しい。これも2。上げろ上げろ。うわうわうわ、最高。来
初動は最高。初動最高。イメージ的にはオンクレにこういう設定あるんだよね。そんな感じがするよ。オンクレ。いいね。オンクレ設定。オンクレ設定。上げすぎたら負ける。優しくね。優しい。オッケーオッケー。整った？オッケーオッケー整った。押しのくれない池。おー、つるった。もうちょい先だったか。でもいいんじゃない集中集中。もっと奥ね。もっと奥からいけ。やったー、ナイス。お一人様各種2個まで。あれ2個だね。隣の台行きますか。行っちゃいますか。はい。まあでも取り方分かったからやってくれるでしょ、これやろうかなって、うん、あげろあげろ。あーいいねいいねいいね。こっちの台の方がえぐい。やるなら右側。うん、そうっすね。はい、下降制限からの優しく優しく上げて。お、もう整ったんじゃない。整ってください。右アームで先っちょを押す感じ。いや、いやあ、楽しい。ゲット。優しいライダー。優しい世界。さあ、デュエルスタンバイ。ちょうどね、1話始まって、五条悟とゲトウスグル の, あの過去の話になってる。学生時代楽しいね。あー、これワンチャンあるよ。スルッ。おー、 お一人様2個まで。これ角度つけます。角度頼むで。角度だけ。はい、完璧じゃない。かからなかったけど。おお、一つ一つピースを。オッケーオッケー、これでいったでしょう。いやー、あー、まだ足りない。まだ足りなかったっす。おお、ちゃぶ台はやりません。うわっ、すかした。うわぁ、チャブをやれってことじゃないですか。これはチャブの方がいいかも。うわぁ、運命の時。よし、チャブ大丈夫大丈夫。オーケー、ナイス。ゲート。ウルトラマン。ウルトラマン。さっきお父さんが横で撮ってたよ。狙いは横ですか。これ適当。初手適当。勝っちゃった。ああ、そういう設定、そういう設定、はめる設定あるんだよね。お店の策略っていうのかな。あれ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 。なぜなぜ。オッケーオッケーオッケー。手前に来い。そのまま落ちろ。おっしー。ちゃぶってください。ちゃぶります。やべえじゃん、結構子供来るやん。センキュー。ナイス。イエー。ちょっとちょっと狭い。ちょっと狭い。お一人様1日2個まで歌。イエーイ。すごい動きしたよ。最高だね。あげろ。いいねー、いい止まり。あげろあげろあげろ。あげてくれない。足幅は狭め。頼むよ。あ、いい止まりしてます。こっからギュン。うわっ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 。縦じゃないの。頼むよ、右へも。イエス、いける。左アームで。結局ね、横かな、縦アームじゃなかったね。上げて。あんまり上げすぎないで。あー、上げすぎた。まあこれはね、船橋に近いかな、イメージ的には。さあ、これで押しつぶしてちょっと下に下ったら神。どうだ、下れ。これが
中央点スタイル。縦はもう諦めます。最初から横で、最初から横で上げろー。ギューン、押し、あら、あら、押しではないっていうと押しちゃうパターン、通称ぶん投げのパターン。いや、ぶん投げのパターン、いけ、よっしゃ、3、メイクちゃん、お一人様2個までです。これはどうやってやるんですか。上げて手前にはまる。うわー、すごい、すごいよ。そのまま、そのまま OK。 回ってくれたらすげー嬉しいよ。ふっち、うわ、2回、優しい。うわー、すごい。味しめようぜ。味しめ男、味しめ男。ちょい寄せのど真ん中を狙いましょう。上げて、上げて、ねじれて、さっきのポーズにしたかった。上げすぎてしまうのか、それとも取れるのか。うわー、惜しい。止まるなよ。 OK、 ギリギリ。おー、優しい。さあ、自腹で景品を取る企画も終盤に来ました。これできちゃうのでかいね。あげろ。あーっと、あー、ダメだったー。ショック。これの設定の特徴として棒がくるくる回るのよ。してた、回ってる。ちょっとテンションかかるとグリッて回るの。他は突っ張り棒で回らないんだけど。ああ、そういうパターンね。そういうパターン。スリ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 と上げて、そのまま、うん、いい設定してる。もっと攻める。からの、からの、上げて、上げて、あっもうもうもう何しても落ちるよ。押す、押すんだ。な、うわ、回った、回ったでしょ。回って。からの。いやー、本当にいい設定してる。グリっていくとキュルって回る。上げて、おっしゃ、あーしゃ、あーしゃ。ナイス。今日は緊急できたんで土曜日なんですけど、土曜日で初見でこれだけ取れたらすごくない？って、うん、自画じいさん。100円にプレイが楽しめるアーニャ。各種2個まででーす。パワー。あ、いいね。沈んでください。違う、なんだ、どういうこと。突き回しいけるかな。やってみよう。突き、惜しかった。しょ、しかし、うわー、いい設定してますね。はーい、初吉です。お願いします。変な風に立たないでください。変な風に立ちました。いけ、いけ、よし、いいぞ。押さえがけ、きたー、やったー。最後1000円チャレンジ、これでしょ。まあ1000円で取れなかったとしても俺はね、続けちゃうかもしれない。これタグどれぐらい閉じるだろう。ストップボタンもあります。あれねえ、一瞬びっくりしちゃったじゃん。もう一回今の感じに持ってきてお願い。あんちゃん来い。そういうことよ。いいぞ、そこだ、隙の糸、ビヨーン、あー、ほい、ずっぽし、行ったよ、過去一のずっぽし。あー
いやー、いい設定しますね。斜めのずり上げ、上げろ、上がんなかった。おお、取ったぜ。普通に欲しい。うさぎさんリュックゲット。奇跡起きず。はい、というわけでいかがだったでしょうか。1万円企画どうでした。いやでもフィギュアは結構取れたんじゃない。そうね、初見プレイにしてはめっちゃできました、うん、ぜひね皆さんも来てやってみてはいかがでしょうか。そしてイベント来てください。ビンゴで当たるかも。それではこの動画楽しんでくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。